こんにちは。バリ島ウブド発オリジナルバッグ獅子の生島です。こんにちは。今日紹介するのはこちらの東袋です。こう見ると一体何なんだろうという感じですけど、これ説明していきますね。実は2019年1月1日から、バリ島ではデンパサール州というあの州都ですね、バリは州なんです、州都デンパサール市からですね、あのビニール袋、レジ袋完全撤廃、6ヶ月間の猶予があるんですけれども、今後その6ヶ月以内に、小さいお店とかね、個人のお店はまだわからないんですけれども、大きいスーパーとかそういうお店からですね、レジ袋を一切なくしましょうという動きが始まってて、エセコロジストの私としては大変喜ばしい、ことでございます。他はまあいろいろね、いろいろ減らしていかないとダメなビニール袋、プラスチックというのがあるんですけれども、大きな第一歩だと思っています。そんな、バリ島、もちろん日本でもですけれども大活躍しそうなのがこの東袋になります。東袋っていうのはですね、風呂敷バッグとかも言われてるんですが、こう本当に畳んでしまえばハンカチなのかなっていうぐらい、こう胸に刺したらちょっとあのね、ネッカチーフなのかなっていうぐらい、こんな感じなんですけれども、獅子では3サイズ作っています。一番小さいサイズはこんな感じで、これ本当にハンカチサイズですね。これあのちょっとスタッフのお弁当でちょっとご飯残ってるんですけど、お弁当入れにも最適でございます。こんな風にですね、中に入れてもらって、こうくるくる、もうこれだけで仕上がります。ちょっと心配な人はここにお箸入れたりして、こうダブルで作っていただくとこんな感じこういう感じでございます。じゃあこれ置いときましょうね。まずで次 M サイズです。 M サイズってうちではね、定番で 100% サイズって言ってますけど、それはこれぐらいの大きさです。もちろんこれもお弁当入れてねいただいてもいいんですけれども、サイズとしましてはこのガイドブックが、ここに漫画もありますけど、漫画とかをこう入れてもまだまだ A4 サイズより大きいですね。大きいのでまだまだ大丈夫です。さらに、ここに、ね、ペットボトル、これぐらいだとあれですか、ね、コンビニ行く時 のエコバッグなんかにいいんじゃないですかね。ちょっとおにぎりと飲み物買うぐらいだとこっちのサイズでもいいと思うんですけど、これも同じようにこうもうくくって、こういう風にしてもらうだけでですね、をちょっと歪んでも、四角も入れてるんでちょっと歪んでますけど、こんなサイズになります。あのバッグインバッグとして使っていただいている方も多いですね。あと、まあ、あの季節は夏になるかもしれないんですが、あのカゴバッグの中にこう入れてもらって、上からちょっとねちらっと抜いてる、こういうのも可愛いと思います。でこれが一番最大の L サイズです。もう見えないぐらいですね。これもまあね、畳んでしまうと、もっとタオルぐらいに、ハンカチぐらいになりましたよ。ネカチになりますけどね、これここ暑い時拭いてもらってもいいんですけど、これがこれになりますと、だいぶともうちょっとしたスーパーで買い物ね、一人暮らし全然これぐらいでできるんじゃないでしょうか。この M 入れてみましょうね。 M 入れてみても、まだまだこっちが空きがありますので、M 入れた上にお弁当まで入れたらどうなるんでしょうか。まだまだ大丈夫ですね。で、こうして、こんな感じですね。いいですね。自転車 の前かごにつけてくださっている、獅子のリピーターさんがいまして、ここにちょっとこう棒を刺してですね、こういうふうに持つとね、なんか旅の人みたいな感じでいいんじゃないかなと思うんですけれども、エコなあなたに、これからエコなあなたに、エコが気になるあなたに、エコが苦手なあなたにも、ぜひおすすめの東袋ございます。たくさんいる、あのこれから作っていきますので、どうぞご注文ください。それではさようなら。